父がいる、ウルトラの母がいる、そして太郎がここにいる。空を見ろ、星を見ろ、宇宙を見ろ、彼方から迫り来る赤い日を。マン太郎は遥か宇宙の彼方で地球を狙って近づいてくる怪獣ゴルゴザウルス2世を発見し、地球に行かせないために先制攻撃を仕掛けた。左の腕に大怪我をした上に疲れ切ってしまった。ふるさとウルトラの国に行って休みたいと思ったほどだ。しかし地球にも新しい危機の気配があった。すぐにも帰ってザッと隊員東光太郎として働かなければならない。太郎の宇宙での戦いは孤独だった。誰も見ているものはなかった。誰も知らない戦いだった。東、その腕は何だ。はい、風呂場で滑って転んじゃって。はぁ、バカだなお前は。ザット隊員である者、いついかなる時でもベストコンディションを保たねばならん。はい、申し訳ありません。さっきからレーダーに感じてる影なんですが、怪獣かどうかまだはっきりしないんです。隊長、その辺りの住民を避難させましょうか。いや、怪獣の気配だけで住民を避難させるのは混乱を招くばかりだ。よし、警戒態勢に入る。全員手分けして徹底的にパトロールだ。はい、はい、何でしょう、あの子は。赤い夕日の丘の上、子供四人が奥さに遊び疲れて散りゆけば、お山の大将月一つ
後から来るもの夜ばかり。おい、君。君、待ちたまえ。ザットのレーダーは確実に異変を捉えてはいた。東京西部近郊のどこかに巨大な怪獣が潜んでいた。空から地上から徹夜のパトロールが続けられたが、ついに怪獣は姿を現さないままに夜が明けた。全て弱こともなしだな。え、よし行くぞ。あ、小太郎さん。や、パトロールかい。あ、はっ、おお、やってるやってる。あの子だ。やっぱりこの学校の子だったのか。うん。沢口隆一君知ってるの？うん。昨日泣いてたという子かい？ええ、確かにそうです。そんなバカな。沢口君が泣いたりするわけないよ。ほら。勝負あったさ。それに沢口くんは勉強だって一番だし。でも泣くことだってあるだろう。絶対ないよ。先生に叱られてクラス中が泣いた時も沢口くんだけは泣かなかったし。おい、白鳥、早く来いよ。おう、じゃね。あ、目の錯覚だったんじゃないのか。違いますよ。しかしあんなところで一人で泣くような弱虫には見えないじゃないか。弱虫じゃないから泣いたんでしょう。僕にはわかります。誰にもパスしないでゴールまで突進していこう。勉強も一番。先生に叱られても一人だけ泣かなかった。そうか。そうですよ。そういう子だからあんなところでこっそり泣いていたんでしょう。わかったね。それじゃあ練習開始だ。はい、沢口、少し打ち合ったらどうかね。練習にならないからいいです。練習にならないって自分が強すぎるって意味か。邁進しちゃいかんよ。先生が相手になってる。さあ、来なさい。いらないよ。トン！ダ！ルッ！ヤ！ホル！レト！ヤ！
叶えはしないんだ。いや、おとといが暦の上では啓蟄という日だろ。啓蟄？冬ごもりしていた虫やカエルが地面に出てくる日さ。さあ、佐口くんが女の子に親切にしたぞ。珍しい。佐口くんは岡井玲子さんが好きらしいぞ。うん。それは恐ろしく巨大な地中怪獣だ。頭は皇帝の真ん中から校舎に伸び、尻尾らしき体の一部は随所に出たり入ったりして、50人の生徒と先生は完全に行動の中に閉じ込められた。学校グランドの地中から怪獣が現れたという知らせに、ザットは直ちに出動した。学校ごと人質に取り上がった。撃ち損ねると子供たちが怪我する。もっと抵抗を飛ぼう。おいみんな、ザットが逃げちゃったぞ。もう僕らはダメだ。私、足を怪我してるから逃げられないわ。一番先に食べられちゃうわ。ガイさん、楽なよ。僕は死んでも君を守るから安心してろよ。本当？でも、どうしてそんなこと言うの？どうしてって、そうしたいからさ。なんとか校庭に着陸できないでしょうか。バカなこと言うな。着陸どころかパラシュート乗るともたちまちのやりされるぞ。くそ！ザットは攻撃することも着陸することもできず、学校の上空で焦った。あの怪獣が半分体を地面の下にうずめているのはまだ冬眠から冷めきれていないからだ。あいつまた居眠りするに違いない。その時こっそり逃げ出すんだ。うん。
った方が良かったわ。攻撃、はい。沢口くん、あれんだ。そうだよ。沢口くんがあの怪人の卵を叩き潰したから親が怒って出てきたんだ。言うちゃなきゃいけないんだ。さっきだってバケツにつまずいて音を立ったじゃないか。本当は逃げ出すことができたのに。そうだよ、リュウちゃんの不注意から全部起きたんだ。そうだそうだ。そうよ、沢口くんが悪いのよ。自分ばかり強くて勉強ができると思ってみんなのこと考えないからこんなことになるのよ。そうだ、お前が感じるのは沢口くんが悪いんだよ。南原隊員、僕はあのトランポリンに飛び降ります。無茶なこと言うな。1メートル狂えば5体バラバラだぞ。しかし誰かが言ってやらねば。おいたー、おい東、あーたん、やーっほん、
いの間に太郎はこの怪獣がやはり地中に冬眠しているうちに巨大化した爬虫類であることを知った。太郎は怪獣とその卵を氷漬けにしてしまった。そして宇宙空間に運んでいって長い長い冬眠を続けさせることにした。帰るんじゃないの？そんなことないわ。でもリュウちゃんかっこいいじゃないか。なあ。ダメよ、あんな人をハラハラさせるような人は。さよなら。さよなら。さよなら。挨拶だぜ。ゆうちくん、僕は太郎が好きさ。いつもたった一人で戦うもんね。だけどたまには人の前で大声で泣いてみるのもさっぱりするものだぜ。山の大将俺一人、後から来るもの突き落とせ。さよなら。元気でな。頑固な子だ。いや、男だな。日本の童謡シリーズ第4弾、楽しいひな祭りの話だよ。歌って踊って白酒飲ませて怪獣ベノンを眠らせるんだ。宇宙から来た少年たちと一緒に歌い踊るは可愛い可愛い女の子。その陰に光る男の涙誰が知る。さあ来週もみんなで見よう。